改めまして2019シーズンのファン感謝祭お越しいただきましてありがとうございます。今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日も朝早くに来ていい感じに仕上げてきました。ください。M さん言ってました、樋口さんはセンスがいいと、もうカレー屋もやれるみたいなこと言ってましたんで、なってゆく立ち上がれ今この時掴み取れ未来この手で向かい風で前が見えなくてもくたばるな、まだまだここでは終われないんだ、想いをつなげこの同じ空の下で次の景色を見に行こう。素晴らしいコラスありがとうございます。どうですか、あのカレーはいかがですか。バッチリバッチリ、あ、よかったよかった、樋口さん喜んでると思います。はい、真剣にカレー屋になろうと多分考えるんじゃないでしょうかね、彼はね。さあということで、出張ユナタレですが、来ていただいたのは坂田選手、宇佐美選手、岡田選手です。よろしくお願いします。お願いします。あのユナテレ見たことないという人どれくらいいらっしゃいますか。なんだっけね、ユナテレってね、あ、誰もいらっしゃらない、全員見ていただいてる。なんと前回、今回が19回目とかになるんですが、スタジオに坂田選手1回も来てなかったんです。今年行ってないです。今年坂田選手が来てない。誰がブッキングしてんですか、あれは。いや、わかんないです。誰ですか、犯人は。誰がブッキングしてんですかね。知らないです。だってその割に違うところだと全然喋らない岡が来て、でずっと黙ってるっていうのもありましたよ、岡田さん。よくありますね。よくありますよね、はい、ちょっとマイク近づけてもらっていいですか、岡田さん。声が薄いんで、かなり大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか、はい。じゃあ、改めてなんですが、坂田選手1年間お疲れ様でした。そうなんでしょう。いかがでしたか、今シーズンは。自分の中ではサッカー選手、もう坂田だけでいいですから、チームのことなんかもうどうでもいいですから、どんな1年でした。まあ面白いサッカーしてたんで、やってて楽しかったです。怪我とかは大丈夫だったんですか。個人的にはもう、今年は何もなかったんで、はい、よかったです。あ、じゃあもう体も結構いい感じで動けてたと、はい、でちょっと練習場もね、シーズン終盤で天然芝の練習場ができましたけど、あれ使った時っていうのは坂田選手的にはどんな気持ちだったんですか。やっとかっていう。あ、まあでも分かんない、僕の中で今までずっと、まあ、天然芝が普通だったんで、うん、まあでもやれる幸せっていうのはすごく感じました、はい、改めて不便の中で、はい、あ、これが当たり前だっていうことじゃなく、はい、チャミさんはどうですか。そうですね、はい、まあ、ここ2年間ぐらいは人工芝でやってたんで、うん、やっぱりその腰だとか、まあ、おじいちゃんみたいな方もいますけどそういう方にとってはもうすごく、まあ、すごい練習環境としては抜群じゃないですかね、あの芝は本当に、はい、で、なんか何度か切れちゃいましたけど、何度か
筋肉切れちゃう。あ、筋肉は、まあ、よく切れるんで、はい、まあ、でもそういうところも天然芝だとちょっとこう変わってきたりするんじゃないですか。ウサミに関しては多分あんまり変わらない。あんま変わらずあんまどこでやってももしかしたら定期的に切れて、切れてつながって、あれでもなんか何ていうんですか、切れる前ってあちょっと怪しいなみたいな、まあ、怪しいのはもう いつでもあります。いつでも今日も、いや今日はない、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 大丈夫大丈夫。いやでもどうでした1年間。1年間、まあ、G3 っていうリーグになれましたか。そうですね、はい、まあ2年目なんでだいぶ慣れた部分はあると思いますけど、うん、まあ、やっぱりこうJ3 の中でやっぱり自分たちのようなサッカーをしているチームはほとんどなくて、やっぱりこのサッカーっていうのが本当になんていうんですかね、次につながるというか、やっぱり サッカーの本質だと思うんですけど、まあその中でまだまだゴール目指していくってことに関してはまだ少し課題がありましたけど、まあ全体通してこの1年間でだいぶこう自分たちのサッカーっていうのを確立してきたんじゃないかなっていうふうには思いますけど、はい、チャミ自身サッカー今楽しいですか。あ、楽しいです、はい、やってて、やっぱり自分の中でもあこれができひん、これがあやっとこれができてきたとか、うん、まあ、そういうすごいこうなんていうんですかね、練習の中でも感じる部分がすごく多いので、はい、その部分は本当にやっててこう楽しい部分はありますね、はい、うん、面白いサッカーだと思います。はい、岡田さん、なんでマイク下げるんですか。いや、待ってた、聞いてたんです。聞いてたの。じゃあ岡田さん、じゃあ、 あのセンター来て、最後なんでセンター行く このいや、この組のね、最後バシッと決めてくださいよ、はいはいはい、岡田さんどうぞ、センターでお前、今年練習してた。お前だいぶしてないっす。え、してた。半年ぐらい、半年ぐらいしてた、はい、半年サッカーやってないの半年、多分合計したら半年っすね。この人、半年しか仕事してないですよちょっとどうなっちゃってんのよどうなっちゃってんのパパ。はい、やっちゃってました、ね、じゃあ子育てばっかりしてたの。そうですね、基本基本子育てちょっとじゃあバシッとこう、ね、今日集まっていただきましたから、1年間最後ですから鬱憤をここで話してくださいよ。ちょっと溜まってたでしょ。どういうあれですか。え、いやなんかいろいろあると思いますよ。岡田さんもやれない鬱憤あったでしょ。いや、特にないです。特に特に鬱憤もないの、あなた。はい、あ、上や、あもう楽しく楽しく、はい、過ごしてました。で、あのピッチのこう外でじゃあみんな練習やってる時は。そうですね、まあやっと9年目で芝ができたんですけど、まあ、そのスタートに立ち会えなくて、やっとなんか最後の方一応復帰させてもらって、うそこで初めて天然芝と触れ合えました。そういう話じゃなかったんだけどさそういう話じゃなかったんだけどさどういうことでも、もうしょうがないと思う岡田さんは、はい、これ以上岡田さんに求めてもしょうがないと思うんで、はい、じゃあ、たくさんのファンの方集まってますんで、それぞれどのブースにいるのかちょっと PR をお願いします。坂ちゃんどこにいるんですか。今日は農業部にいます。農業部何を売ってるんですか。リンゴの詰め放題とか、はい、あとお米とあとグッズ売ってます。フルーツ、はい、販売してます。今年はど あの作業に携わったんですか。リンゴとお米です。リンゴとお米、はい、じゃあリンゴ実際あの収穫した坂田選手が育てたリンゴですから、ぜひお買い求めください。チャミは今日どこいるんですか。あ、一緒です。農業部。農業部、はい、けど今あのクリスマスのリース作ってるんで、はい、今じゃあの忙しいんで、まあ、ワークショップ、はい、戻んなきゃいけないね。じゃあすぐ戻んなきゃいけない、はい、岡田さんは仕事してるんですか。僕はあれです、飲み物のところです作ってんですか。飲み物。飲み物、まあ、入れてますちゃんとやってくださいよ、はい、あなた半年しか仕事してないんだから。そうですね、ね、はい、今日はあのその分取り返してくださいね、はい、はい、ということで坂田選手、宇佐美選手、岡田選手でした。ありがとうございました。ありがとうございます。シーズン MVP になりましたね。武選手おめでとうございます。ありがとうございます。どんな1年でしたか。充実した1年になりました。何点取りましたっけ。15です。15、はい、ね、入団の時にあの目標にしてたその、ね、点数、はい、15点という区切りの点数を取りました、はい、ね、今年は何、去年と何がこう変わったから取れたっていう感じなの。去年よりもみんながより優しく、
僕にパスをくれたんで、竹に、はい、竹に集めろ、はい、竹に集めろと優しくしてくれて、はい、で15点取って、なんか周りなんか言われましたか、はい、両親とかなんかサポーターから違う声かけられましたか。いや、親は褒めてくれないんで、はい、いつも、はい、もっと取れるぞとか、もう足りねえと、はい、30点ぐらい取ると、はい、って言われるんで、うん、はい、って感じです。って感じね。あれ、いくらでしたっけ、20万でしたっけ。はい、20万何に使うんですか。いや、取っ払いの20万ですよね。あんまり使う予定はないんで、貯金っす。え、みんなで飯食いとか行かないんですか。ホッターにおごるとかないんですか。なんで、ないっす。ないっすか。それだけはないっす。ユージにおごるとかないんですか。それもないっす、ね、それもない、はい、マコにおごるとかないんですか。マコにはちょっと、マコには、はい、マコはね、おいしいもの食べに行ってください、はい、今日は、竹選手はどこにいるんですか。今やっとソーセージが焼き終わったんで。そう、実はね、はい、焼いてたのは竹選手焼いてました。あと湯野かな、一緒に焼いてたの、はい、二人で焼いてましたんで、ソーセージが生焼けだったら竹選手のせいですから皆さんクレームは竹選手までお願いします。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そして堀田選手、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、今シーズンはあれじゃないですか、なんかこうコンスタントに、ね、そうですね、33試合で出させていただきましたね。まあ、いいか悪いかは別としてダゾーンのね、あの J3 のベスト5にも結構出てたじゃないですか。出ましたね、結構、はい、一番出たんじゃないですかね、もしかしたら。どうなの、やっぱり目の前でさ、結構目の前でブロックするシーンが多かったじゃない。あ、はい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 、はい、あれはもう行くしかねえみたいな気持ちなの。まあ、そうですね、あの時にやっぱ一番自分のテンションが上がるところなので、やっぱあそこが一番楽しい局面なんで。いや、でもさ、顔とかにさ当たったら嫌じゃない、竹みたいになっちゃうんだよ、だって一発で。まだ治ってない、まだ治ってないのに。もうそういうのも気にせず行くの。いや、もう、はい、当たりに慣れてるんで、もう全然ぐちゃぐちゃで、もうすでに、はい、で、もうじゃあ集中 してね、うちはもう行ったらまた来られるみたいな試合が多かったじゃない、攻めて攻められるみたいな。あ、そうですね、もうじゃあ気の抜けない90分間だったんだね。そうですね、めちゃくちゃ、はい、うん、疲れましたけど。ベースでもどんな1年でしたか、改めて教えてください。まあ、僕自身も、1年間、出場し続けることが目標で今年始まって、まあ、その目標しか達成できたんですけど、まあ、チームの結果を見ると、まあ、なかなかもったいない試合っていうのがたくさんあったんで、やっぱ来年はもっと、しっかりと勝ちにつなげて順位も上に進めるようになれればいいなと思います。堀田さん、なんかすごい話せるようになったんですね。そうですかね、なんか、まあまあまあ、でもまともなことを言えるようになったんですね。堀田さん3年目なんで、はい、今おいくつになるんですか。25歳ですね。25歳ですか、はいはい、なんか立派になりましたね、堀田さん。福島の皆さんに育ててもらいました。いやー、もうあれだけね、あれだけベストセーブに行く男は違いますね、やっぱりね。来年はあんまり出たくないですね、ベストセーブ。そうですね、はい、その前にみんなこう自分の声で動かして、うん、そうだね、はい、堀田が暇だなっていうのが一番いいんだよね。それが一番いいですね。そうだよね、で量産してもらって、うん、でみんな喜んでもらってっていうのが一番、ちょっと太っちゃったみたいな感じが一番いいかもね。あ、それが堀田選手でした、ありがとうございます。さあ、若田選手、はい、若田さん、どんな1年でしたか。そうですね、僕はちょっと悔しいシーズンでした。それはどういうところが。まあ、チームとしても、まあ、個人の結果という部分ももっとこだわったシーズンだったんで、そういう意味では悔しかったですね。なんかあれですか、 いわゆる2年目のジンクスみたいな感じだったんですか。車、竹谷言ってましたよ、俺は20万でユージは車だっつって、なんだよみたいな、下取り出しても20万円以上でしょみたいなこと言ってましたよ。竹選手は言ってませんけど、どうだったんですか、なんかこう入りっていうか、なんか去年とはまた違ったんですか、こう。まあ、その、まあ、試合に出る中でもっと自分としては勝利に貢献するようなプレーっていうのをもっと出したかったですし、そのなんですかね、結果を特にこだわってたんで、得点とアシストの部分でも全然納得できてないんで、
まあ、そこはこだわりきれなかったなっていう悔しさがあります。ちょっと点数っていうところもね、まあ、後ろからだけどね、はい、でも大変だったよね守備もね。まあ、まあ、なんとかやってはいました、ね、あの忙しい人たちでしたよ今日。ここ忙しい人たちが来たんだね、この2回目の選手4名は、ね、でも、来季もね、来季も いろいろあると思いますが、はい、怪我せず、はい、オフは何をする予定なんですか。オフは結婚したりするんですか。いや、まだです。知らないですか。全然、はい、ここで結婚するっていう人いるんですか。たけさん、まだです、ええ、まだですね。じゃあオフはゆっくり休んで。はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。若狭選手でした。さあ、そしてまこ、いや、喋ってくださいよ。マイク持ってますから、マイク持ってますから、はい、はい、どんな1年でしたか。そうです、1年目ですもんね。はい、でもやっぱ本当に成長できたなっていう1年だったで、まあ、自分にとっても本当にいい経験ばっかりだったんで良かったです。もうちょっと声張ってもらってもいいですか。はい後ろの方全然聞こえないと思うんでね、後ろというかもうあの椅子席の後ろも聞こえないぐらいの声でしたから。まこさん、もう一回お願いします。どんな1年でしたか。とてもいい1年でした。はい、でも試合に出るようになって、あれこの間あれあれ2枚あれ、いや何もなかったです、はい、何もなかったでしたっけ。普通の試合でした、はい、あ普通の試合、大丈夫です。あれあの最終戦で出たいからっていうわけじゃないんですよね。あれ違います。違うんですよね、はい、結構あのみんなカード溜まってたからね、あの時は ね、 ね、ええ、大丈夫ですか。あの削った選手と喧嘩になったりしてなかったですか。大丈夫ですか。あ、大丈夫でした。大丈夫ですか、はい、試合後ちゃんと握手しました。いや、してません。してないよね、はい、そうだよね、合わせらんないからね、退場した選手はね。でもまあいろんなことを経験した1年で、ええ、あのさらに成長してもらいたいと思いますから。福島でオフは何するんですか。まだ決まってないです。旅行とか行くんですか。多分行かない。行かなそうだよね、はい、行かなそうだよね。家にずっといそうだよね。はい、多分ずっと実家とかは帰るんですか。実家は帰ります。実家帰ってずっとなんか寝そべってそうだよね。なんか何もせず、ちょっと外には出てくださいよ。はい、頑張ります。じゃあ改めてあの、まこ最後ですから、この回の今日集まっていただいたファン、サポーターの皆さんにお礼の言葉と、あとはどこのブースに立ってるかの宣伝をお願いします。センターでお願いします。さっきあの岡田選手はできませんでした。それが岡田さんは、さあ、まこさんお願いします。いいですか、いいですか、他の選手も、まこが代表でいいですか。大丈夫です。はい、じゃあお願いします。まあ、今日はこのファン感謝祭、ちょっと全然聞こえないんで。ありがとうございます。全然聞こえてないんで、あの椅子席の後ろも聞こえてないですからね。はい、じゃあ声張ってください、試合中だと思って。はい、今日は来ていただいてありがとうございます。自分は多分その辺にいるんで、よかったら来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。4選手に大きな拍手をお願いします。じゃあ皆さん販売頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。木口さん、一旦もう落ち着いたんですか、カレーの仕込みとか。もう大丈夫です。もう大丈夫ですか。はい、もう大丈夫です。なんかみんな、丸もらいましたよ。ありがとうございます。頑張って作りました、はい、ちなみに今日は 何カレー、こだわりはどの辺にこだわったカレーなの。チキンカレーなんですけど、まあ、昨日や、まあ、カレーはやっぱ玉ねぎが大事なんで、やっぱり玉ねぎをじっくり焦がさないようにギリギリのところを攻めつつ、しっかり1時間弱ほど玉ねぎを炒めるところから始まり。そんなにやってたの。玉ねぎと会話してました、ずっと。え、玉ねぎ切るのは誰かが切ってくれたんでしょ。まあ、もう切ってくれてたんですけど、うん、じっくり会話しながら甘みを引き出すのに集中してやってましたね、昨日は。まあ、焦がしちゃダメだもんね。そう、焦がしたらあかんけど、そのちょっとギリ旨味を引き出すためのそのギリギリの勝負を1時間繰り広げてました。ずっと同じこと言ってますね。大丈夫。ギリギリのばかり。やっぱ玉ねぎじゃあ今日はとにかくその甘み、玉ねぎの旨味を味わってもらいたいと。そうですね。チキンじゃないってことだね。そうです。あなたどんどんサッカーから離れてってる気がするんだけど。いや、まあサッカーもやってるんで、まあ、ええ、他もやりつつ
で、この2人はあれですから農業部チームみたいな感じになってますから。そうそう、ヒグさんについてって頑張りました。タメもすっごいやってたよね、農業ね。まさか福島に来て農業をこんなにやるとは思ってなかったでしょ。いやいや、思ってなかったですけど、やったらやったで楽しかったんで、いい経験にはなりました。あらららら、はい、しかもですね、田村選手は昨日あの江ノ島で一緒にゴミ拾いもやってくれました。お疲れ様でした。いや、辛かったよね。え、玉ねぎも辛かったと思うけど。玉ねぎどころじゃないっすよ、もう砂だらけやし。もう僕らも辛かったね。もう帰った髪の毛洗ったら全部砂。そう、顔中なんか砂だらけで、めっちゃ寒いし。そう、キックタゲと全然当たらへんし、みんな。で、海に蹴り込むし。海に蹴り込んで、危うくボールがゴミになるところ。そうそうそう、ギリギリセーフ、ギリギリセーフ。海にゴミは行かせないって言って、はい、自分でもう投げちゃってんだから、もう大変なことでした。ギリギリでした。危ない。でも、どんな1年でしたか、田村選手。福島来て1年目。まあ、もっと結果を残さないといけないかなと思った。はいはい、なんで、まあそうですね、勝てた試合もあったと思いますし、でもそういう部分言ってても仕方ないんで。樋口さん、田村さん、どんな選手ですか、樋口さんから見て。まあ、やっぱ上手いんじゃないですか。聞かん方がええ。皆さんが見てる通りだと思います。あなたもそういう目で見てるんですか。はい、あなた、よく審判と揉めるじゃないですか。別に、まああれ何言ってんですか、あのなんかブツブツ言ってますよね。チャミさんはしばくぞボケー言ってます。チャミさんはチャミはね、まあ、言ってないよ、ダメだよ、そういうこと言ったらね。サッカーね、あなた何言ってんですか、ブツ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 。まあ、あれ聞こえてないでしょ、多分審判には。聞こえてんの。ちょうど聞こえてます。ちょうど聞こえまででちょうど呪文唱えてるだけなんで大丈夫です。ちょうど聞こえてます。これがファウルかよみたいな、まあ、ギリギリ、そこもギリギリの、ギリギリのね、ギリギリのやっぱ駆け引きをしながら、まあここで言えないことを言いつつやってます。あれだって、ヒグひょっとしたらカードかもしれないみたいなあるけど、なんかうまいよね。そこをギリギリ攻めて、今年ないですからね、累積。ね、累積全部出れてるもんね。あれ全試合出場ですか。いつの間にかそうなってましたけど。あ、田村さんも全試合。いや、お疲れ様でした。お疲れ様です。それも結構ギリギリだったんですね。まあ、最後はもらって4枚目でしたけど、まあ、だから出れないです、来年1戦目累積なんで。あれ繰り越すんだ。繰り越します。累積も繰り越す。累積って繰り越すんだ。累積も繰り越す。あ、じゃあ確実にベストコンディションでも来年の1節。いや、繰り越さないでしょ。あ、よかったよかったよかった。繰り越しませんよ。ええ、じゃあ切り替えて、じゃあ樋口さん、オフは何するんですか。オフはまあとりあえずゆっくりして実家に帰り、来年のパワーをチャージしてゆっくりしますよ。ゆっくりしてください。もう料理とか、あの農作業も終わりましたから。いや、多分やってますよ。やってるかな。西宮ら辺今田起こしなんて声ありましたけど、葉っぱ育ててるもう種からなんかやってる可能性ありますんで、来年もうひょっとしたらまた違う農作物が一つ増えるかもしれませんが、今日はですね、あのカレーを作っていただきましたんで、まだ食べてない、もう結構みんな食べたのかな。食べました。ね、みんな食べたのかな。ね、あのスタッフ分はなかったぐらい、ギリギリでまた量も調整したみたいですね。常にギリギリを。ギリギリでね。やってましたんで、召し上がった方、ありがとうございます。じゃあ田村さん、奥は何するんですか。何しよう。でも、あの実家帰るんでしょ、奈良。そうですね。でも奈良帰っても何もないしな。まあじゃあ。福島にいても何もないけどよ。東京あたりで遊んでるんですかね、あなたはね。あの、どれくらいしようかな。ね、東京界隈で見かけたときは、あの無視してやってください。なんでやねん。多分はしゃいでますから、彼は。なんとなく僕は渋谷あたりで遊んでんじゃないかなとか思いますけどね。気をつけてくださいね。まあでも、あの1年福島で過ごしてどうですか。あの福島の印象は嫌いじゃないですか。いや、大好きですよ。本当ですか。はい、ありがとうございます。ぜひね、今日はあのたくさんのファンの方集まっていただきましたんで、じゃあ田村さん、一言バシッとお願いします。バシッ。はい、いえ、違います。それを言えって言ってるわけじゃないです。バシッて言えって言ってるわけじゃないです。岡田さんも真子も、バシッと決められませんでした。田村さん、お願いします。
気軽に喋りかけてください。あとはまあそうですね、こんな機会がないと思うのでいろんな話もしてもらって距離感をちょっと2ミリでも近づけて帰っていただければ嬉しいかなと思います。ありがとうございます、はい、ということでカレーを作っていただきました樋口さん、そして昨日ゴミ拾いをしてくれた田村さん、登場していただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。前に立ってくださいよ、前に立ってください、バミリありますから。お疲れ様でした寺前選手。ありがとうございます。びっくりしたのが現役引退。あ、そうですね。それってどのあたりで決めてたの？はっきり決めたのは本当にリリース出る1週間前とかですか、ね。まあ、そこ1週間前とかでも悩んでましたね。ちょっとあなたはなんか悩み続ける感じがあるんじゃないかな、心配になっちゃうんだけど、誰に相談したの？誰に、あ、まあ、めっちゃ話聞いてもらいました。あら、そう。石戸先輩に、まあ、あとコーチでも何人か、まあ、石川隆二さんとか、あんま今声を大にしては言えないんですけど、いろいろと話して。そうですね、いろいろ話聞いてもらって、泣くの？あ、泣かないです、泣かないです。泣きはしないです、大丈夫です。もうでも、じゃあスッキリして。そうですね、スッキリして、まあちょっと怪我もあったんで。スッキリして、手術するんですか結局？手術します。するんですか？手術します。福島でするんで。福島で一応手術をして、はい、最後までそこはお世話になる。でも結構さ、アスリートだとガッチガチになるじゃない、半年ぐらいかかったりするじゃない。 はい、それもしっかり治す手術するの？あ、もうそうだと思います。一応。いつぐらいから入院するの？13ですか、1月の。あ、年明けね。年明け、はい。別に今普通に生活してるのは足は平気なの？あ、もう全然、まあ、ちょっと緩いですけど、膝は。ゆる、あ、緩い。ちょっと緩い。ちょっと緩さ感じるんだ。徐々に緩くなってきてるんですけど。へー。走れって言われたら多分走れますし。走っちゃダメ。走っちゃダメ。そんぐらいなんですよ、今だから。ね、怪我しちゃうからね。そうですか。でも手術を終えてね、足しっかり治ったらまた次のステージ、はい、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。寺前選手、本当1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、そして石戸さん、石戸家リリースがありましたが、はい、まあでも1年間兄貴と仕事ができたと、はい、ね、どんな1年間でしたか？幸せな1年間でした。幸せな、はい、最も幸せな、はい、1年間でした。そうですか、はい。福島でこんな過ごすの初めてだもんね、もちろんね。そうですね、はい。どんな印象になりました、この土地は？まあ、どこを見渡しても山なんで、山も好きになりました。山が、はい、山すごい好きだな。落ち着く、はい、落ち着くなって、これずっと見てますもん。はい。でもファンの方とも、ね、サポーターの方とも福島は結構こう距離が近い気がするんだけど、はい、どんなサポーターさんだなっていう印象はありましたか？あ、もうとっても温かくて、なんか心にずっと残るような人たちばかりで、もう皆さんのことずっと覚えてます。本当ですか？はい。なんか言い方が簡単なんですかね。なんか、あ、ちょっとね、はい、なんで話し方ですかね、伝わらないかもしれないですけど、思ってます、俺は。本当に思って、はい、本当に思ってくれてる？俺は本当に思ってます。いやいや、もうぜひ、まあ、これからもまたね、違うステージで、はい、はい、活躍すると思いますんで、石戸選手、本当に1年間お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、そして川中選手、1年間お疲れ様でした。お疲れ様です。どんな1年でしたか？どんな福島でしたか？いや、1年っていう短い間でしたけど、やっぱ関わってくれたみんなに感謝してます。軽いですね、一番軽い感じでしたね。いや、本当です。でもどんなチームでしたか？いろんなチームをこう、ね、経験してると思うんですけど、福島って、福島のメンバーは、あー、みんな気さくで優しくて、なんかやっぱ休みの日とかもご飯とか連れて行ってくれたりしたんで、感謝してます。結局カカ以外には誰と飯食い行ったんですか、一番？カカ以外、普通、コウタ君とか、星君とか。あ、もうね、ずっとイチャイチャしてたんですもんね。そうです。
もうコウタと、はい、で何話してもコウタはニコ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 笑ってくれるわけでしょ、はい、もうそれが好きで大好きです。ちょっと別れなきゃいけなくなっちゃったんだね。じゃあね、寂しいですけどオフはどういうふうに過ごす予定ですか？オフは、まあ、大阪に帰る予定です。大阪行って、はい、でもちろんサッカー続けるんでしょ？続けます。じゃあ、 あのチーム探しをして、でちょっと休憩をして、あのこれからの活躍にも我々ずっと応援してますんで、はい、活躍願ってます。ありがとうございます。お願いします。じゃあ健太さん、あのこの回の最後ということでビシッと決めてください、サポーターの方に。今日は、来てくださりありがとうございます。精一杯、僕らも、お話ししたいと思います。楽しんで帰ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。なんかそしてここでですね、サポーターさんから3人ビンタのプレゼントか何かが。いやいや絶対やろ。シーズン最後なんで、ビンタの誰あそんなそんな。じゃあちょっと前に3人お願いします。そんなとりあえずじゃん。じゃそれではお願いします。ステージ上がっちゃってください。そしてもう一つ記念品も、なんとあの起き上がりこぼしじゃないですよ、起き上がりこぼし、はい、この間のユナテレでありましたが、記念品として福島のお土産のプレゼントもあります。じゃあお願いします、選手に渡してください。これあのサポーターの有志の方からの、はい、プレゼントだということで、じゃあ記念撮影しましょう。さ、ね、6人でね。はい、ありがとうございました。ということで、福島を背負ってですね戦ってくれました寺前選手、川中選手、石堂選手に改めて大きな拍手をお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。実は今日はですね、あのファン館ということで今まで出てないコーチにも出ていただきたいと思います。石川さん、はい、あのどんな1年でしたか？いや、僕は湘南の時間が長くて、本当新たな土地に来させてもらって、本当感じれなかったこととかすごく感じれたし、すごく、まあ、湘南よりは、なんていうのかな、言い方ちょっと難しいですけど、ちっちゃなクラブですけど、すごくアットホームで、すごく、なんていうのかな、大事にしてくれた。もう会社の人はそうですし、サポーターの方々もそれをもうすごい伝わってきて、すごくそれはありがたかったです、はい、あの生活の面とかで不便はなかったですか？いや、もう何も、もう本当にサッカーに集中して、はい、勝つために何ができるかっていうのを本当に今までの指導者人生の中でも一番考えれたなと思ったので、そこの部分で言うとすごくありがたい1年でした。なんかあの松さんとも話すと、石川さんがすごいサポートしてくれて感謝してるなんていうことをおっしゃってましたよ。本当ですか？はい、びっくりしました、いろいろやってくれるからっていうのはね言ってくださったんで、じゃあこれからのもうあの指導者人生の中でやっぱりこの糧になったと。そうですね、もう本当に松さんにはすごく感謝してます。自分なんてまだまだサッカー感ないですけど、その中でもちょっとおぼろげながらあるサッカー感と全然違うサッカー感の方とお会いできて、いろんな話もできましたし、時にはぶつかったこともありましたし、まあ、それをもとに選手とやっぱり日々 100% トレーニングだとか試合だとか取り組めたことっていうのは僕の中での財産ですし、それは本当ありがたいとしか言えないです、はい、
や本当に1年間お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。さあそしてゴールキーパーコーチの福山さん、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょっともう見れなくなるな、あの選手交代の時こういうなんかあのパネルこういうあの大きい声出すの見れなくなるのはちょっと寂しいけど、はいね、でも中国に、はい、どんな縁なんですか。どんな縁かというと、まあ、知り合い側のにも行ってる方がいまして、まあ、呼んでいただいたっていう、はい、感じです。まあ、大体そうだろうね。はい、大体 どの経緯もね、オーソドックスな感じで。あれ福島は3年2年2 年,、はい、2年どんな2年間でしたか。あっという間でした。ちょっとなんか自分ここは成長したなみたいなところありますか。成長した、お腹以外で。お腹は一回成長してちょっ と,、はい、ちょっとダウンしました。ダウンして、はい、ダウンしてもうちょっとダウンしたいんですけど。もうちょっとダウンして、はい、でも中国も飯うまいんじゃないの。そうですね、多分一人で行っちゃうんでしょ。一人で、はい。ということは暴飲暴食気をつけてくださいよ。気をつけます。でまた中国の家とかちょっと調べてるんですけど、はい、なんか向こうジム付きの家とかもあるらしくて、ちょっとそこに住もうかなと思って。いやジムがあったとしても、はい、そこに通わなければ。そうです ね, ね、あるだけになっちゃいますから。ジムプール付きっていうのがあるので。ああ、なるほど。ちゃんとセキュリティもしっかりしてね。はい、そこに住もうかな。はい、また機会があれば、はい、福島に遊びに来てください。はい、ぜひよろしくお願いします。福島で彼女とかは作れなかったので、はい、ちょっと国際的に。あ、なるほどね。デビューしちゃおうかなと。中国の方とかね、はい、いろんなグローバルの方と会う機会ありますから、はい、これからの活躍期待してますんで、はい、ありがとうございました。はい、深山コーチ2年間お疲れ様でした。僕移籍先言っていいですか。そして いや石川さんからも発表がありますので皆さん、すいません、はい、録音はしないでください。お願いします。すいません、短い間だったんですけど、まあ、今回同じリーグになるんですけど、長野パルセイロの、まあ、ヘッドコーチとしてちょっと移籍することになりました。大変申し訳ありません。まあ、いっぱいブーイングしてください。まあすいません、本当に。実はこの今日の5時だったんで、はい、この後はい、5時にリリースなので、5時にリリースかかるんですけど、はい、まあ、理由としましては、まあ、言い訳になるんですけど、まあ、今選手はあえてやってくれてるんであれなんですけど、まあ、選手にこう自分の口からちゃんと伝えて、まあ、ほとんど知ってるんですけど、伝えたかったっていうことと、サポーターの方々にも、うん、まあ、自分としては自分の口から伝えて、でその後に出る方がいいかなと。であと、まあ、ちょっとだけなんですけど、まあ、昨日湘南がああいう試合があったので、まあ、僕なんで全然あれなんですけど、まあ、それが終わってから、まあ、湘南の方にも叱るべき人にちゃんと連絡を取ってからさせていただきたいということで、まあ、わがままな形になったんですけど、こういった形になりました。まあ、それは本当に申し訳なかったんですけど、まあいいですか。まあ、その移籍をする理由はいろいろあるんですけど、自分の中でリリースのところにも書いてますけど、まあ、本当にこうサポーターの皆様には本当感謝をしていまして、特に最終戦終わった後に、まあ、僕は見逃さなかったんですけど、まあ、試合負けちゃって本当申し訳なかったんですけど、一人の方がすごいでっかいメガホンで感動したって言ってくれて、だそれはすごく自分の中では、理由はいろいろあるんですけど、理由言い出すとめちゃくちゃ話長くなるし分かんないことも多いんで話さないですけど、すごく自分の中では感謝してます。で、まあ、辞める自分が言うのも何なんですけど、やっぱり今年来て思うのは、やっぱり選手を育てるのは、言い訳になるんですけど、監督とかスタッフとかクラブではなくて、やっぱり僕はサポーターの方々が本当に本当に熱く、時には厳しく、試合に勝っても面白くなかったら切れてほしいし、僕としては逆に負けたとしても、本当に面白いと思ったら、それはちょっと暴論かもしれないですけど、まあ、あったかい声援を選手に伝えてほしいし、まあ、そういうふうにすることが選手を育てて、クラブを育てるんじゃないのかなって自分は本当に思ってるので、
まあ、批判これこの理由をわからない方は、まあ、批判していただいても構いませんし、だけど僕はそういう信念で、うん、次のクラブに行ってもやりたいと思いますし、サッカーの指導者であり続ける上でずっとその信念を持ってやっていきたいと思いますので、まあ、長野に行きますけど、トースターに行った時は、まあ、僕に対して思いっきりブーイングをください。だけどたくさん集まってもらって、一番は勝つ負ける以上にやっぱり少しでもサポーターの輪が広がって、やっぱりスタンドが満員になることが僕は全てだと思ってるので、まあ、それは長野でも絶対やります。なので、まあ、チームは変わりますけど、来年以降も J3 を、福島で長野ともに盛り上げて、やっぱり日本のサッカーがもっと成長できるように頑張っていきますし、どうかよろしくお願いいたします。すいません、長くなりました。石川さんも移籍が決まりまして、まあ、福島はあのスタッフも含めてステップアップということで、これからの活躍期待してます。両コーチに大きな拍手をお願いします。そして、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。福山行ってサポーターの方がほら石川さんのこと聞いてないもんだからびっくりしちゃってね、花束用意できなかったって。じゃあ一言ずつ2人に言葉お願いします。お疲れ様。お疲れ様いただきました。さあ一言お願いします。試合前にアップをしてる時とかの、選手をアップしてる時とかの姿がとても好きでした。お疲れ様でした。じゃあそれではお願いします。起き上がりこぼし、そして花束が贈られました。ありがとう、応援よろしくね。じゃあ4人で記念撮影しましょう。カメラの方いらっしゃいますか。はい、はい、じゃあ待ってます。じゃあセンターもうちょっと奥に行こうか。センターね、はい。石川コーチ、そして深山コーチ、お疲れ様でした。ありがとうございました。お願いします。皆さん、今日は楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございます。本当に1年間、皆さんのご声援のおかげで、34試合戦い抜くことができました。なかなかもう本当に皆さんの期待しているような成績は残せなかったんですけれども、チームが1試合ごとに成長して、まあ、ほんのに少しずつなんですけれども、やはりやれることが増えてきて、まあ、本当に最後、ああいう形で敗れはしましたけれども、まあ、真剣な相手と、勝負をすることができた、まあ、このチームにとってすごく大きな財産を残せたと思っています。それも、ここにいる皆さんの、後押しのおかげで戦えたと思ってますし、私もいろんなチーム行ってますけれども、まあ、こんなにそのサポーターの方と距離が近く、一緒に戦ってるなと思えるチームというのは本当に少ないと思います。まあ、そういう意味では、ここにいる、まあ、選手だけでなくサポーターの方も含めた、まあ、全員がチームであり、まあ、そのチーム、今年のチームの最後の活動が今日だということで、ここにいるみんなも、まあ、それぞれまた別の人生を歩む選手もおりますし、そういう意味ではまた来年、新たなチームとしてスタートしていきますけれども、今年やってきたことをベースに、まあ、さらにアグレッシブな魅力がある、まあ、皆さんが本当にこうワクワクするようなゲームをやっていきたいと思ってます。まあ、そのための今年は土台作りだと思ってますので、まあ、言いたいことはたくさんあると思うんですが、まあ、ぜひ一度飲み込んでいただいて、来年全員でまた
喜びたいと思っております。本当に1年間、皆様ありがとうございました。言われて乱暴ですからって言ったら必ず見つけ出しなかったっていうのは、はい、監督が決めたんですか。はい。それをどういったところを ML あの、あるよね、なんだっけベンティとか。あいや、移動どうしてモロの車で、みんなで移動してます。かなり不足かかったんですか。洗礼はいや、怖かったですね。もちろん、かじてるんで、あの今後、まあ、上位に行くためにはっていいんですか。いや、かなり悔しかったですけど。それはさ、ロッカールーム、ああ、そう、さっさば、さっさばでしたからね。結構ある。次にまたその肉が来るのかなと思うと、また違いますからね。フォードじゃないとどうする。池田さんどうですか。あそこさ、フォワードって言ってもいいと思いますよね。去年は伊藤剛選手、はいはいはい、と一緒に、It's I could no more, no, like,ユーノーモン。ああ、なるほどね、なるほどね。っていうか、見てくれるから、そこの意見っていうのはかなり、はい、韓国より店とかあるから、普通にあると思う。できてないっす。できた。はい。サッカーが大したやつもありました。何すか、大した。でも、この間なんかいなかったんですが、無理やり参加していただきましたので、まあ、改めてこのユナテレをご覧いただいている皆さんに話します、ね、話しますね、先輩ですもん、人が増えたんですよ。そんなことないですよ、はい。